3番はいなんか魅力低い人とか嵐だったよこの人とかあったら教えてくださいあはい自分魅力低いんですけど感染にやられたんでねはい許してください6番さんはなんでですかめっちゃあげるやん6番さんの魅力低いのはなんでですか <laughs> 感染にやられたからですけど あ、わかりました。めっちゃ減ってんじゃん。やば。誰が上げてんの二、三？3あんだね。優しい。優しい世界だね。そうだしね。平和。初秋孔と仕様2周目チャットか。 雑談、断考察、バ荒らしメタ発言、回線落ちはその自衛の配線処理、えー、回線落ちもその自衛の配線処理します。えー、っと、初週は延長なし、何か質問ありますかあチャットのやつだけいいですかあの、貼ったんで見てください。あ分かりました。 優しい世界だね。いいね。平和平和平和こうなるといいですね。世界がね。じゃあ10秒後になんもなければ始めます。Let's go! えー、スリーチスリーチそんなになかったのは確かに6差だったからかでもそれでもスリーってまもなくゲームスタートですよーし占っちゃよ夜が来ました目を閉じてください5 なんかタメ語タメ語で話そうもっとなんとかじゃねみたいな感じで話そう。敬語やとなんかちょっと保守的になっちゃうから。 が来ましたプチ切っていくわ昨夜は誰も死にませんでした3番のプレイヤーは発言してください、はい、私からの進行論ですねまあ、考え方の違いなのでまあ、参考に 参考程度に考えてくれればなと思います。霊能に関してなんですけれども、霊能に関しては、2使用版面になっても、俺は釣り切りたいですね。理由としては、新郎ロ,ロのケアと釣り切ることによって、一陣外落ちるから確実に。なので、最速 PP を避けられるっていう利点。で、2日目になって、まあ、霊能を釣り切ってる間に、とりあえず、新占い師が新名を取って、占い師の決め打ちでかなり強い版面だと思っているから。はい。 っていうのは私の進行論です。決め打ちたいっていう気持ちもわかるけれども、まあそういうケアも兼ねての進行論ですね。はい。で、占い師はグレー精査をしっかりしてほしいかな。はい。シンを勝ち取ってください。以上。4番、のプレイヤーは発言してください。しくさいはいよ、まあです、お願いします。占い師はありまてまあ、様々に関しては、ね、の釣り切りって言っても、まあ、自分釣り,りなんですけど特に 印象とかは何もないですね。色とかもつけれません。さすがに。<laughs> 進行論だけなんで、さまざ、あ、まに一周目って感じですね。まあ、自分も霊能釣り切りがいいと思ってますよ。基本ね。でも、霊能にめちゃめちゃというか、結構審議をつけて、ね、占いの発言がもう精査不能なぐらい、なんか両方とも、なんかどっちもわからない発言とかね。見ることわかるかな。本当に精査がつけれなかったから,、ねだから、精査がつけれなかったら霊能に行くけど、 霊の決め打つ可能性もあるけどもう99、99%は霊のローラーですね。はい、99%霊能のローラーです。占い役に関しては占いが触れてください。まあ、例をも触れてもいいけど。に感じで、まあね、2週目頑張っていきたいと思います。平和な世界 !5 番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。仕事特にございません。 はいまあ、とりあえずありがとうございましたと短くお礼を言っておきます。まあ、3番さん、4番さん、まあ、印象はともにね、まあいい、いいのかな、まあえっと。人狼でも言えるかなとも思うんですけれど、まあ、そんなに悪い印象ではなかったんでね、ね、はい、それ以上でもそれ以外でもないかなと思います。で例の僕もね、まあ、現状としては、ね、やっぱり釣り切りが強いのかなと思います。えーっとねまあまりにも、ね、あの無理だなと。こいつシーン置けねえなと思ったら、 まあやっっぱりちょっとその確定進行みたいなね、そういうのは、ね、するかなとは思うんですけれども、まあんまりそこにね精査に変な時間を使わずにちゃんとグレーの精査を、ねうん、していきたいかなと思います。であと占いはね、ちゃんとあ、えっとまあ、時間があったらね対抗の精査もしてほしいですし、あとまあグレーのちゃんと触れてほしいっていうのありますね。ははい以上です6番のプレイヤーは 発言してください。さいはい。お願いします。霊能でした。<laughs> 霊能、本当に嫌いだって、これ、つい切りの流れになるんでしょう。いや、本当嫌だなと思った。できれば、どっちかしに決めってくれば強い、それはもちろん強いし、そうしてほしいなと思うんだけど <laughs> あ、でもまあ、いろいろ情報を残していこうと思うけど、<laughs> でいろいろ考えたんだよね。霊能って一般的に強人出ること多いからい、潜伏しよっかなと思って、本当につらいたくなかったから、潜伏しよっかなと思ったんだけど、何 それでなんか荒らしてもても嫌だからとりあえず出ておこうと思って出ましたい <laughs> でも釣り切るんでしょう。はずは頑張って残すけど。あ,あ、ほんとだな例のと思いながら。<laughs> うん。できれば最,最終盤面でうん。どっちかのどっちかなっていうのが相当楽しいからね。まあ3、4、5に関しては特段いろいろしなかったけど、2週目頑張って、うん、いろいろ頑張りたいと思うけど <laughs>。ああ、ありがな。しかも終わないな。以上です。7番のプレイヤーは 出現してください,、はい。占い師行きました。九番さんが白です。九番さんが白。あ、このお願いしまって、白。まあ、僕占い師いたんで勝てると思いますよ。最、は、高、い、出てきてほしいなと思ってます。三四五に関しては、三番に関しては、まあ、初心の位置だから色落ちないんですけど、まあ、五番もちょ、三番とほぼ同義のこと言ってたから、うん、三四五本当に六番がいつに何も色見、色落ちないなと思ってるんで、一目かなって思っていて、カレーネに関しては、えっと。 ブレイティーのガインだった場合、出てきてほしくて、2人とかだったり、3位とかになった場合に関しては出てこなくて、構わないって感じですかね。はい。ぐらいかな本当にそれら最高ない345がちで何も色が落ちてないから、印象も特に、芸能の話だけだったから、正直印象もクソもないと思ってから、かっこういこ考えていきます。一番、まあ、<laughs> 一番がマしか言えないかな。はい。一番が白です。8番、のプレイヤーは発言した。はい、3白です、3白 えー、対抗7番さんはまあ正直、レギュレーション的には人狼が出てるのかなというふうに思っております。発言的に3、4、5の触れ方的には正直分からなかったですけどね。まあ、確かに言ってることっていうのは本当に色落ちしないなっていうのはあったんですけども、3、え、番、ーまあ、さんの村は知ってるんですけども、4番さん、5番さんに至ってっていうのは正直ほとんど霊能の話しかしてなかったかなっていう印象がありますね。 僕は6番さん若干ですけどまあ1かけしたらちょっと厳しいんですけど僕偽かなって思ってるんですよねうん,ん6番さん的にもなんか対抗出る前提で話してたから6番さんってワンチャン強人なのかなっていうふうに思ったかな釣られに来たうんまあ1かけしたらかなり苦しい場面ですけどもそうやって率直に思ったんで6強7ローで今んとこ置いてますけどはいまあ対抗出ればの話ですけどね9番のプレイヤーは はい、よろしくお願いします。はい、村人陣営でした。まあ、実践から言えば、7番さんの方が新名は高いから、盤面上ね。なぜなら、俺が村だから。仮に7番さんがオオカミだったら、仮七番さんが狼だったら、だってあの時点で残り4分の一のとこう成功させてるってことなんだから、なかなかだと思うけどね。で八8番さんって、その7番さんに対して、7番さんが、ちょっと的にオオカミってさ、 だってなんで八万三目線ってその七、だって七番三オカミで、大とを過去,過去に来た七木オカミって線を追わないのかなと思ったんだよね。俺の発言を聞いてないから。あなた視点ってっただって七万三にさ、オカミだったらさ、相当リスキーなことしてないだって、七万三ってさ。うん。かな。だってまだ七万三、あなた視点で言えばまだ七万三狂人の方がさ、しっくり来るんじゃないかなと思った話を聞いてたけど。だから、ウネセンサーに関しては七万三の方が心配かなと思ってる。る発言センサー。 および盤面制作ね、はい。現状以上。一番のプレイヤーは発言してください。お願いします。村人陣営でした。ちょっとあの風邪引いてて <laughs> あの聞きにくいかもしれない。申し訳ない。えー、っとですね。えー、っと三番さんから始まってるんで二番さんが最後ですよね。でえー、っと二番さん次第で盤面固まるんでちょっと言及は避けますね。えー、っと今今の盤面についてね。 えっと、2番さんが0で出たら22番目だしっていう感じなんだけどそうだなえっと誰だっけえっと6番さんのことを強靭おきしたのが8番さんか8番さんちょっと早いんじゃないかなと思ったまあもうあの太鼓出るような前提で話してたからねうんちょっと早いかなっていうふうな気はしました、えー、9番さんは片代なんであれだとして 確かに 3, 4, 5番、三、四、五番さん、あ、追加、しか、二周目、頑張ります。二番。のプレイヤーは発言してください。占い師です。五番白、占い師です。五番白。七番。えっ、ー、と、七番さんに関しては、九番さんの言った通り、四分の一、後半の四分の一。で、えっ、ー、と、占いに刺さる位置で、えっ、ー、と、片白を出しているところから。 えー、7番さんがオオカミの場合、えー、9番さんもオオカミになるかなと思ったが、えー、そんな感じをしなかった9番さん自,自体がそんな黒く思わなかったから、えー、7番さん自身は狂人かなというところから8番さんはオオカミかなと思いましたえー、っとでグレーについては3えっ待てよちょっと待ってマーク見せてるあまあ、いいや3はちょっと印象ないね1位は8位が えー、まあちょっと2周目かな。2周目したいかな。ところね。太鼓はそう思います。で、カリドは、カリドに占い位置が刺さりたくないので、カリド出てほしいです。個人的には。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。もちろんなので、例の位置角ですね。もう盤面固定しますよ。盤面固定でいいと思います。七が九 2>,、はい、2番3ずりからでいいのかなって思っとるかな。2番3のその太鼓に対しての把握もれ。8は3しろね。 7は9白で、2番が 2> ちが3白か。どこだっけか俺も箱漏れしてるな。2番が5だっけこれ分かりづれそうだよね、確か。うーん、そうだよね。うん7、8どっちか真かなと思ってるかな。で、2番に対して、2番の強人っていうのはないから、まあ、2白結果だった場合2真なんだけど、2のそのグレー性差が甘すぎるかな。 守護マークじゃっていう。で、カリと別に出す必要ないんじゃないえー、14四14、14四二リウがいた場合は出た方が盤面強いと思うけど、59、539に狩人がいた場合ってグッジョブが起きるじゃんね。可能性があるじゃん。だから出させる必要ないんじゃないかなって思ったんだけどな。わざわざ。だって、守り位置って6番じゃんね。占い幅狭めたいかもしれないけれども、 2番さんのそのグレー性差が甘かったかなっていう印象が強いから、2番さんのシーンだったらきついと思ってるんだから、2番さんのシ切り進行で、7、8決め打ちのグレー詰めとかでいいんじゃないのうん八番さんは、えっと、5、9どっちか占ってほしいかな。七番さんに関しても、えー、っと、3、5どっちか占ってほしいかな。で白白結果が出た場合って、角白が2枚できるじゃんね。 うん、6番さんの釣りたいところからでもいいと思うけど、今のところ2番さんの締めが一番ないかなっていうふうに思ったかな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。ごめんな、ね、出なかった。出そうで出ない、あれ水ってありますよね。<laughs> 本当に出そうだった。ごめん。聞かないこと見せなくてよかったです。4番です。えっ、ー、と、3の今の2とたけ雑言やしないか。 カリウドがなんたらかんたらついけどそれってもう占い師にさ、あ任せればいいけどさ、別に3週場面でカリ出てっていう占い師もいるし、出ないよ俺はどっちでもいいと思うけどね。あまり元気はしないけど、3の2殴りがあまりにも不当かな。グレース系薄いっていうのは結構わかるけど、まあ、時間もあんまなかったからね。正直に2番さんって完全に2周目だと思うけどね。なんか対抗の城崎ハーコマル、それそこまでの強要素になるか 2, で ?2 の強人はないっていうのもよくわかんないけどね。エンドポジで強人で出てくる可能性も全然あると思うけどね。 サ番さんの2週目くそ黒いと思いますクくそ黒いというか、くそ意味わかんないですけどね、サ番さんはね。いや、俺、なんか3、4、5一一色たにされてるけど、5番さんってちょっと違くなかったかな。5番さんって、能決め打ちもありみたいな、決め打ちするかもみたいなことを言ってたと思うんだよ。熱入ったらごめんね、ちょっと今から5を叩くんだけど、あの決め打ちするかもって言って、まあ、これ進行空の違いかもしれないけど、決めでも霊能じゃなくてグレーセーサーをちゃんとやりたいって言ってたけど、5番って霊能決め打ちならもっとグレーセーサーちゃんとしろよと思った。 占い,占い決め打ちぐらい大事なんだから、占い決め打つときってめちゃめちゃ占い精査するんだから、そのぐらい霊能決め打つなら霊能精査しないよと思ったからことはなんか、ち5は印象悪い程度だけど、進行信合わないかなそこで習って3、4、5は一色単、3、4、5を一色単にしたのはちょっと7、自分は印象悪かったけどね。で8番さん、8番さんは、まあ、3、4、5にはすっごい触れてるわけじゃなかったけど、6若干に攻めっていうのはちょっと、あの、狼っぽくないなと思いますよ。 理由としては、自分は別に6の二セ素とか全然感じないんだけど、あの8がローだった場合でも、6番さんに太鼓が出てくる可能性も全然あるのに、で、今あ、8新目かな、強日だったとしたら、例の太鼓ほぼ出ないの分かってるかいに出てるから、6を叩く意味がない。5番のプレイヤーは発言してください。まあ普通にね、僕視点でのあの発言を残したっていうのは、現状3、4っていうのは、えっ、ー、と、ロラを押してたんだよね。でもまあ俺も一応ロラを押すけど、 決め打ち進行でも行くっていうまあ二つ取ったんだけどほぼ、えー、釣り切り進行みたいな話してたんでってなってきた時に人狼出にくくなるかなと思ったんで、まあ、そういう発言を残した特にそれ以上の意図はないかなで現状3番さん4番さんねえー、っと印象的にはやっぱり2周目あんまよろしくないけど人狼っぽくはないかなと思っているでえー、っと えっと、片白占いって別にいらないと思うんだよね。うん、黒,黒を見つければ、他のところ全部白くなるから、だからメリットないかなと思った。でも3番が人狼でそれを言うメリットがないかなと思ってるんで、3番はまあ白いのかなと思ってる。で、1番ちょっとよく分かんなかったなと思ってるのは1番3だと思ってるんで、1番3って、えっと、8のこと叩いてたんだよね。なんで6のこと決めてつのかなみあ、なんで6のことに接しするのかなっていうのが、えっと、そこの理由をね、もうちょっと具体的に言ってほしかったんで、俺もそれは思ったんだよ。 8が6に対して二接するところが明らかに不良なんだよねえ。なんでそれだけで強人と決めつけられるのなんでそれだけで7のこと人狼だと置けるのっていうのが明らかおかしかったんで、ただ8への叩きは良かったんだけど、まあ、時間がないっていうのも確かにそうなんだけれども、ちょっと1が俺は一番人狼目があるかなと思った。で、えっと、2、うんとね、まあ、あと3番が2番を続く、まあ、理由も分かるんだけど、俺は今日8から行きたいかなと思ってるんだよね。 一番メリットがない発言だったと思ってるんで、真に置けないんだよね。釣られに行ってるような発言だと思うし、3C を懸念してなかったでしょ、8番って、たぶん。自分が釣られる懸念をしてなかったから、ちょっと分かんないんだよね。真名を取りに行く気もなかったような気がするから、そういう発言だと僕は8から行きたくなってくるかな。7か2か真なんじゃないのかなと思ってる。まあ3とは視点が違うんだけど、3の発言で人狼名はちょっとないかなと思っているんでね。 はい、占い位は片城は行くメリットないと思ってるんでねはい6番のプレイヤーは発言してください発言してください,お願いしますどっちみちどっちみち2日の運命なんだよなと思ってカリドがうまくやってくればもうちょっといけるけど <laughs> だから役職嫌いなんだよなスムルが良かったなそのぐらいしか思いません4万さんちょっと言ってること分かんないなってなんか早口でいろいろ喋ってたんだけど3万さんすごいせで見えたんでしょ サンバさんにじゃサンバさんになってる人いるじゃん。まずそこから釣っていけばっていうマスに関して思ったんだけど。八番さんが私に似せてみた視点が本当にわからないけど、本当に元気ない巨人だと思ったのいやいやいや、嫌だよ。巨人狂人だったら出ないし出ない方が楽だしと思うんだけど。って言ってみてじゃあ八番さんから行こうかな。八番で黒出でればもう27一生手つける必要ないからね。心境になるから。ってか、初日でローズ入れれば。 もう裏出しに手をかけないだと全部グレーキ、ね。4番さんってさ、8神目って言ったよね、うん。いいなと思うけど、だから8番さんで組出てほしいな。そしたら結構場面、スキあ、待って待って、ね、追加できた。たで、8番さんに一つ聞きたいのが、一角したら辛いって言ったの、8番さんと言った意味、そこだけ教えて、そこだけの8さんに聞いてる,いる今ほぼ8番さんに行こうと思ってるんだけど、一角して辛いの、ね、意味がまず分からないなと思って、一角した方がいいでしょう。西洋の方が良かったの。 ローラーで一人が出てからいやあ,あんま意味が分からないんだと思うけどだから八幡さんの考えてることってわかんないし <laughs> 本当にゲーム楽しみたいから最後まで残りたかったからうんと進めろがらよかったなって思ったんだけどう <laughs> なんか偽ノイズみたいなのがあったのかな八幡さんは私に対していやその感情だったんだけどなと思ってまあ現状 89割は八番さんに行こうと思ってるけど、で、八番さんで黒出ればすっげえ嬉しいし、もう2万手つける必要ないからね。と、ね、思ってるけど、じゃあ八番さんはどうやって跳ね返しますかでちょって聞きたいです。7番、のプレイヤーは発言してください。現状のうちけは八番巨人2番オカミかなと思ってますね。八番が仮リのオカミだった場合って、6番にて六番したらアレンジっていて、6番が仮に近くした場合、っっててこうやって6番のヘ取って買うことになって、6番ってえー。 8番1本ずり石て石じゃないですか、結局。だからこういうことになるから、8番オカメだった場合多分六番にヘ平トも受けないと思うんで、8強授2番オカかなと思っていて、相方4番の辺かなと思っていて、4番の発言と破綻していて、ど番も言ってたけど、4番って、えっと、3番に対してそれだけ殴る要素めちゃくちゃ3番に対して殴っているのかからず、結局8番に対してし、えー、7、2、8だったら8番が新名という発言破綻を起こしているから、8番って3番セルを出していて、4番視点で3番に対してそういう殴る要素あっていた。 4番って方法、発言の大半を3番に対して使っていたにもかかわらず、結局、占い師の心身が8番っていうのが全く意味がわからないと思っているから、8番がシーンだったて3番白なんですよう。で、4支点でなんでそんなに3番殴る必要があったの ?4 支点で8番がシーンに見えるんだったら3番って白じゃん。って思いましたけどね。4番って発言発端を起こしていると思いますよ。普通に2、4番やるかなと思いますよ。2番、4番オーカルに4番が2番に釣れないから <laughs>、 れないんじゃないかなって思ってますけどね、結構かばってたような感じでしたから、4番、2番オカミ、8番巨人かなって現状思ってますけど、4番の発言波端はめっちゃ黒いなって思ってたんで、それ以外に気になる人ってあんまりいないんですよね。仮に8番巨人、2、3オカミだったら、3番がはばただそれを言う必要性がないと思っていて、グレーツメティアン結構、3人オカミ、8番巨人、そんなこと言えばな。言わないと思うけどな。<laughs> まあいい グレイクと思っているのは4番くらいしかいないから発言破綻を起こして4番くらいしか。1番は2シメって感じですね。5番は8番から釣りたいんだなくらいしか思わないかなと思ってますはい。2、四個目8番巨人かなと思ってますね。はい 8, すねはい、8番のプレイヤーは発言してくれました。僕は普通にしんなんで普通の感情を出しただけですよ。6番さんって僕が思ってる視点で言うと6番さんっていや嫌なんだよな。例の引いて嫌なんだよなっていう発言でしょ。 で3、4、5は、えー、霊能出たら、釣り切りますっていう発言を落としてるんでしょ。で、えー、霊能出ますって言ったら、6番さんって正直、その発言しかなかったら、偽に思わないですかうん。霊能嫌なんだよなっていう発言しか、6番さん視点落としてなくて、3、4、5に触れてないですよね。じゃあ、6番さんって逆に触れたんですかうん。で、仮に僕が人狼だったとして、それやるメリットって、じゃあ、逆に聞くけど、何なんですか ?6 番に接しするメリット。 えー、初週盤面固まってなくて。うん。全くないだろう。うん。けど僕は6番さんが、えー、若干偽なんじゃないかなっていう考察を落としてで、一角したら困るっていうのはこういう盤面になるからね。6番さんのヘイとか僕に向くから。はい。だから、えー、言ったんですけど、僕はそうやって思ったんで、シングルい師としてしっかり言わないとっていう視点を持ってたので、6番さんにはちょっと突っかかりましたっていう感じかな。 僕の視点的には7強の2ローが一番しっくりくるかなっていうところかな。で9番がほぼほぼ白なんじゃないかなっていうふうに思ってる。7番が強靭で9番に白先が刺さっていて2番3のローが、えー、相方だとして、えー、9番がわざわざね囲われてる状況で2番が出てくるメリットが僕には浮かばないからね。間違いなく9番って初周は釣られない位置だから2番も出なければ2人生き残る、えー、確率があるからね。 だから9番っていうのは比較的白いのかなっていうふうに思ってる考察とは僕は僕とは違ってこれは盤面精査ですけどね、はい、相方は正直5番なんじゃないかなっていうふうに思ってるかなその理由1本だけで僕を釣り押すじゃあ僕に、えー、5番さんに逆に聞くけど僕がしんあの人狼だったと言って6番さんに平等を向けて何のメリットがあるのかっていうのをしっかり教えていただきたいですね9番のプレイヤーは発言してください8支点って2号狼王の2号狼 ああその理由は分かんなかったけどね。<laughs> あ、なんだろうな。ただね、これは4番さんの同じこと思ったんで、4番さんに関してはめくに白いかなって思ってたんで、これ、5マさん、5マさんとしたら全然意見が違っちゃうんだけど、なんでかっていうと、あの時点での3マさんの2番差への対策って、まあ不、不当不当なんだよね。なんでかっていうと、3マさんってまず2番さんに対して2マさんってグレーセンスが甘いって言ったんだけど、あの時点でまず7マさん8八スさんも共に、3マさん、4マさん、5マさんっていうのはま2指名かな。特に色々知れ するような発言なかったからねって助け残してるから同じだねとって思ったんだけど2番さん7番さん8番さん発言センサー取ったらどこも別に、ね、グレースャーさ甘いなって思ったけどね俺は <laughs> 俺はその7番さんの盤面的にしんぽくてそのあの時点で7番さん8番さんっていうのは <laughs> 7番さんその七番最後の7番3と歴史的にカミと置いたこと,置いたこと <laughs> で 俺のオカミを追っていない八番さん。だから、八番さんって、そっちに店っぽいかなと思ったんだけど、で、今日に関しては八番さ,さんから釣りますね。八番さんって、自己ウェブ名と、俺のオカミを追っていない理由がおかしいし、俺のオカミを追っていない理由がおかしいし、で、二号、二号紙しか見てな、ね、い人もおかしいし、か <laughs> な。 えっと、あのではきょうもごめんねでは <laughs> きちゃったかな <laughs> で7さんに関しては何だっけ4万3で足したんだっけそこの精査もよくわかんないけどまあとにかあまあ今日に関しては俺は8番下がりきますねまあ俺は27どちらかにシングルいると思ってるはい一番 のプレイヤーは発言してえっ、ー、と5番さんへのアンサーとともにえっ、ー、と今日は自分8番5番さんに言われたんだけど、えー、なんだっけ、えー、8番が6番を偽視する理由が1番から出たんだけどそれが、えー、俺もそうなんだけどわからないって言っててえっ、ー、とね、まあ、8番の位置でさ七番6番7番って出てて8番さんから見てみたら7番さんは完全な偽なわけでしょ。 でもさ、6番に触れる必要なくないまだそこで。2週目ならともかくね。ね2週目ならともかく、まだ9、1、2が控えてる中で、1人しか出てない例の大した意味もなくね。で、あのー、なんていうのかな、偽っぽいなって言っただけじゃなくてね、8番さんってこう言ったんだよ。あのー、なんだっけな、8番さんってね、6強人、6強人7狼って言ったんだよね。だからもう強人置きした,したのよ。 そこまでする必要なくないかなと思って、それがすごい不自然だったっていうのが、えー、8番さんの6番を偽で見たのがおかしいなっていう話なんだけど、伝わるかな。でも5番さんって1番、僕のことをオオカミしてたんだよね、なんかね。かそれもなんでかなっていうのがよく分かんなかったから、ちょっと教えてもらいたいかな。えっと、グレーだとね、3番さんが不自然だった。3番さんが、えーまあ なんていうのかな偽物と思うところを叩くのはいいんだけど3番さんの理論で、えっと、2番さんの真切り進行をして、えー、クロスしたら角白が2枚できるみたいな言い方をしてたんだけどそれってさ3 4の時って絶対できないと思っててそれはね一番芯のないところから切っていくけれどもかといってそこが絶対芯じゃないなんて言い切れないんだよ村だったら。でそれで角白が2枚できるから楽になるみたいな言い方っていうのは黒とか白を出そうとしてるなんか。 色が見えてるんじゃないのかなって3番さんにしては対しては思いましたよ。以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、把握漏れすいませんでした。把握漏れの理由は浜崎あゆみしよ守護者というマークがクソ邪魔で2番と3番どっちに白マークを置いたかわからなかったからです。それ以上でもそれ以下でもありません。今何かリードは出てほしいと思ってます。占い幅すまめたいから。というのは残しておきます。それは考え方ですね。 勝ち音じゃね、4番さんは、えーとまあ、私をねあの、まあ、弁護してくれたんだけども、えーとまあ、7番さんが言ってたかな、えー、と3番さんを、えー、黒いとはっきり言ってたと思うんだけどその上で占い師を比較して8番さんが真っていうのが破綻をしているで、えー、っと7番さんの相方がいないんだよねいるとしたら9だけどそれもないですよね えっと、なんでかっていうと、えっと、自分の発言の後に4人しかいない状況で、えー、9番さんに白を出してるでで7級のラインも見えないでそれから1番さんに関しては1番さんに、えー、7一の場合は3分の1で占いに当たっちゃうことになるから7一もないでしょでえー、っとであとはで8一もないでしょ 8、1。だって1番さんは露骨に8殴ってるし、こんな、まあ割と不自然。まあそんな偽、そんな、なんていうかな。まあ結構無理に突いてた感じしたのもないし。かなで、えっ、ー、と、7番さんは4番さんに指摘したが、7番もないでしょ。だから7のね、相方がいない。まあ、いるとしたら 8?8?8? 違う、8なね三3か。けど、まあ。 考えづらいかな。まあ発言順とかも考えて。八四かなってところかな。八四以外あります。今日八いきます。投票を始めてください。あっやだこれ言いたかったんだけど言えなかった。 8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言し,発言してくださいなるほど。やつられちゃいましたか。これはもう無理ですね。えー、普通に考えて6番殴るメリットが僕には浮かばないんですけどね。うん。6番さんの発言を聞いたら多分僕は。 これ痛かったな。あのー、村だとは思えなかった。たちが狼だから、にに想定してるから六を叩く余裕があったみたいな。たちが狂人だったら、六を叩く。あの六を叩いてたら三一になる可能性もある。目を閉じてください、ね。あでも二一になる可能性もあるかもしれない。裏は目を開けてください。占い師は見る相手を恨んでくださいます。 終わるんじゃね。最速で。七四ないっしょ。 朝が来ました昨夜ムガ2番3番のプレイヤーは発言してくださいだよねーごめん俺カリウなんだよごめん2声すればよかったわだよねー入れてなかった<ー> 2> 2<に>いや俺さ そうなんだよ。7八がさ、2入れてんだよ。<laughs> えっとね、7つありますよ、普通に。うわぁ、普通に6声せずに2声すればよかったなーだよねー。おかしいもんね、だって。いや、俺って噛まれたくないからさ。狩人です、私。はい、太鼓います <laughs> はい。上み提供しますよまあ、三連画だと思うんだけれども。えっとね、七つって、 どこだ、ね、分かんねえ。2が、2が5白結果だっけだよね。2が5白結果だから5村じゃんね。194,194。194、おかしいな4番なんだよね。俺さ、新ロールあるのかなと思ったんだよ。新ロールあるのかなと思ったから4強追ってたんだけど、4番の俺殴りって意味がわかんないんで、まあ、俺もわけわかんないこと言っとったけど、俺って役だからさ、黒飛んでクロスさせて黒飛んできたら旗見れるんだよ。 分かる8の相方か4詰めるかじゃあ7強人でしょ2シーンでそうだよね6番グレー詰めようよ2シーンだから8黒結果じゃんねえー、っとね9だっけかな九 9, 9か41黒あるかな 6どっから行きたい。とりあえず5村だからグレー詰めて明日7つろう。それでいいと思う6番。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、読まないお願いします。まあ今日は1つりかな。まあた1のランになるのかなと思うけど、急、まあ、に関してあんま書かれてなさそうだよね。まあ5の漂白も今んとこあんま終えないっすね。 とりあえず1で多分1じゃねえと思ってるけど。8が俺一番しもた意味なんだけど昨日。7になんか役の6番さんとかも叩いてきたけど、俺は最初は3に黒いって言った結果的に三番さんってくっイ意味わかんないよねって言い直してるんで、結局黒いって表現使ってないし、なんでそんな3を黒く見たからとかね、ちょっと結果的には意味わかんないって言ってて、まあ 自分もちょっと黒く見てるぐらいだったんですけどね、木野さんを。なんでちょっと黒く見たからって、蜂を偽に見なきゃいけないんですかだって結局、2番さんの2周目の発言もあって、は、なんていうの、蜂の占い単,単体というか言ってることわかるかな単体制度だったら八番さんの新めっちょっとあるよねって話だから、白先の3番がどうこうって話はないんですよね。そこは考え方の違いとかね、組み取り方の違いなのかもしれないけど。 だって、例えば三が村で、まあ、実際今、狩りなんだけど、あの三が実際村であ,のああいうことをやってて、8番から八番さんのね、八番六たときは不当だけど、六、えっと、に戦えんじゃねって人外ならわざわざっていう風に思ったから言ったんだけど、それで三が村で黒いというかわけわかんない村の場合もあるじゃん。だから、占い俺はあんまいちいち白崎精査とかしなかったんですね。 その組み取り方はやめてほしいな別に、1のクロースとか特にやないよ。まぁ、あ、18のライン切りくさいっていうのぐらいから。言うなれば。えー、1ってめちゃめちゃ昨日さ、8バックたたいてんじゃん。そんなもうちょい他も触れるよと思ってくねまぁ、あ、なんかちょっと3かなんかにも触れてたけど、ほぼ8殴りだから、そんな時間費やす必要あんのと思いました、ね、5番のプレイヤーは発言してください。 まあ、1つって4つれば終わるんじゃないのかなって感じですかね。まあ、7番さんにせでいいと思います。で、まあね、まあ、8番さんについての、まあ、言及なんですけれど、まあ、人狼だったらしにくいけど、死んでもしないでしょっていうところかな。単純にね、死、うんでするメリットはない。で、て人狼の方がメリットがあるから、人狼に見られないっていうね。 まあそんぐらいかな言っとくならば。で、えっと、仮に、えっと、7番が強靭、まあ、7強だよね、盤面的に見て、7強だった場合、8が出てくるメリットないんだよね、7って9に白打ってるから。っていうところでも、9は白くなってくる。っていうなってきた時に、1と読んで、僕はやっぱり初陣の1の8へのたたきっていうのは、合ってるんだけど、あのー、何て言うんだろう。 なんか視点の持ってき方がなんか正しすぎるから多分1なんじゃないのかなって率直に思ったかな。で3っていうのは普通にもう役ムーブだった,とたどう考えても、うん。だから3は役だろうなと思ってたし。で4っていうのは結構人狼だったら、えー、いや分かんないこれが4が女の子だからこそのえ<っ>ちょっとマジと飛んじゃってるのかもしれないっていう。 のがあるから、そこなんだよね。ちょっとわかんないぶっちゃけ。ただ、一からの白要素っていうのはあんま開いてないんで、一応白くなろうっていう、<え>なんかもうコンタが見えてきたから、うん。男の子じゃないなかののてる。俺、白くなるだろうっていう、なんか、感じがしちゃったんだよね、一からは。だから俺、グレイヒ君だったら一から行きたいなっていうのはあるけど、ただ、四の色は、うち白くはならないと思う。こただ、うん、まあ、フォーちゃん男の子じゃない。フォーちゃん男の子じもないフォーち破綻じゃね 4村なんじゃないのかなと思って普通に1行きたいかなわ、まあ、かんないねちょっとまあまあ8級で逆に出てきたっていうメリットとか考えちゃうともう全部ありになってきちゃうから、まあ、グレー詰めるなら普通に1から行きたいあポポ君どう思うけど6番さんにお任せします、ね、はい。やっぱアバターの印象ってやっぱあるのか,るのか6番のプレイヤーは発言してく, <laughs> してください <laughs> えー、こんなにわか,かりやすい八幡さんの人狼って久しぶりに見たなと思って、<laughs> 八幡さんっていうのは私を狂気したくて釣りたかったんでしょでも、え何狂人, <laughs> 人の思考が合わなくて出てきてくるんなかった。ただそれだけなんだけど、<laughs> こんなにわかりやすい人狼本当に久しぶりに見たな。自信持って八に入れられたわ。だから入れられなかった。<laughs> 4入れろ。 8万ん抜かして374万んはどうしたのかなと思ってそこばっかしんかびっくりしてるんだよねえ三ンさんに最初の7番さんって言った時にはちょっとびっくりしたんですけどいやこれグレー2回でいいでしょう7番さんが強人,人かどうか知らないけど <laughs> 7のローっていうのは方法指定さでしょうロー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 っていう可能性っていうのは方法指定されるでしょうだから7番さんっていうのは本当に真か強だと思うんだよねでんの可能性も全然あるし グレーでいいと思いますけど、で、グレーはおのの好きなとこ入れればいいんじゃないって思う。だから2回グレーで渡したいと思っています。たまにロールをーンって可能性もあるけど、この2番さん神からしてローっていうのは方法を指定された。だから新または今日、信の可能性も全然あるし、っていいんじゃないかなと <laughs> <laughs> 思うけど。いや、相当八馬さんはわかりやすかったと思うんだけどね。<laughs> めっちゃ言うやん。 遺言でも、ああ、100%ローだって思ったんだけど、そこを見抜けなかった、この投票先の。だから、まあ、七田さんの共鳴っていうのは、だから、8万んっていうのは、私、今日って言ったから、まず、七田さんが8万んのこと、今日って言いてたけど、それはまず否定されるんだよね。だから、七田さん、ちょっと考え方おかしいなと思ったんだけど、まあ、なんで七田さんが8万んのこと、今日で見たかっていうのは、ちょっと、もう、七田さんもう、どうだっていいから、新または今日なんだから、今日の中の可能性は高いけど。 のこつるのさん、もうグレー二回行くのが強いと思っています。七番のプレイヤーは発言してください。今日で見た理八、ね、番がだから俺は何回も伸びるけど、八番が狼だった場合って、そこ間にこうやって一角した、そこ,こに対して殴ってしまうとこれ三勝になった場合、はちゃんで速攻でハルコワンからシティ入って八番ずり入るから、では八の狼いってないかなと思って二番の狼になるかなと思って二番登場したっていうちゃんと昨日の発言チームは伸べたけどな全部。 はいまあ、4番裏っていのは昨日言った通りです。発見破綻を起こしてたんで、4番裏なかん発見を後ろにあったんで、2教授8番狼なので、今日1番詰めてください。1詰めて終わらなかったら5番が狼なんで、<laughs> あ,あ、そうですよ。僕、これ皆さん分かる通り、えっと、占い機能、えっと、苦み入ってることが俺の教授、あ,あ、聞こえづらいごめん、ごめん。えっとね、 この点で新道路って終わらずに僕って新境地だから今日一つめて終わんなければ5番釣れないんだったら94の決め打ちえっとしてわかるかな言ってること1つめて終わんなければえっと5番が黒だけど村支店って俺の狼オ追ってないんだったら94の決め打ちしてえっと俺しては94が白だけど9 4一本ついて終わんなかったら5支点て俺がえっと狼に。 狼師匠に通せないから。<laughs> 超強じ靭。初めて終わんなければ、五番が狼になるんだけど、その後に気温詰めてください。気温どっちか詰めて、気温どっちか釣ってから終わ、終え、それでも終わんなかっ。わかるかな、なんか言いたいことわかるかな。今日一番詰めてもらって。五番が、一番ついて終わんなければ、五番が黒なんだけど。い <laughs> や<ば>、本当に行ってること。気温に縄一本使って。P. P. がなかった場合って、五番釣ってくれる人もらって。わかるかな、いうこと。 僕が巨人じゃないってことがわかるから、1つ目で終わらなければ、9音1本詰めて、PP が発生しなかった場合って5番その日に釣ってね。だから1つって終わらなければ、明日9音の決め打ちっていうか、9音どっちか1本釣って明日5番その次の日に5番つってください。9番のプレイヤーは発言してください。まあ今日に関してはグレーズ目いくんですが、金終わらなかったら大丈夫です。ならばさん行くんで明日はい。で、そうだな、なんで昨日まで俺が橋本さんに通したかっていうと、 あのこのね、この昨日説明できなかったんだけど、八番さんってさ、25か目取ったんだよね。二5カメだって1なくね、なんでかっていうと、まずほらさ、初心者、2姉妹か、二姉妹か、三番さんがあそこまで二番さんに殴り入れてる状態において、五番さんがその3番さんの行動自体が、三番さんってのは大神っぽくない,やんな,いないんだよなって発言ってさ、25か目って5番さんがその3番さんに対してさ、そうしいう人たちってさ、するかな だってさ二号さ自二番さんさ身をさ下げられたりさ三番さんに対してさ白く見ちゃったらどうすんのマジで。うん。だったらまださ、だったらまださ五番さんがさ五番さんがさあの時点でよ特にさ四番さんもさ番さんに対してさ生きとる。みんなその三番さんのその二番さんへの精査の仕方ってさ違和感ありまくりなんだよねってさ。さ発言残して。だったらさ五番さん二号二号カメの時ってさ五番さんってさその発言にさ乗っかればいいじゃん。四番さんの発言にさ上がって。うん。 で、8視点で25カメを打った視点が全然意味不明だから8番さんから言った。で、そうだな。<laughs> えっと、4番さんっていうのは、昨日に関してはシっぽく見たんで、それはなんでかって、その4番さんのその3番さんへの指摘。あと、3番さんに言っとくんだけど、あなたが本当に書いてあったら、自分のことを占っていい,、ね、い,いなんて発言って、しないからまず。はい、で、ただ4番さんっていうのは、昨日に関して8番さんが一番,一番新名あったんだよねって言うけど、えー、どこがと思って。 いやわかる、18狼カミドルムシテンテージ18オで一番さんがそうですねライン切りをしたっていう。いや、18、いや、俺はんだな。今日に関しての4番さんの発言ってもおかしかったからね。うん、かな。いっちゃえ。はい。自分は今日4番さん投票。以上。いいぞ。1番のプレイヤーは発言してください。5番さんの叩きが太すぎてね、すごい頭にくる。 僕がさ、8番さんのことを二世紀したのって最終目なんだよ。まだ2番さんが出てきてないときなんだよ。3、4になってないときなんだよ。7番さん、8番さんが占いで出てきたときに、8番さんのことを僕は二世紀したんだよ。で、そこら辺の話って合ってるじゃないだって、5番さんと。で、実際、苦労だったわけでしょ。じゃあ何えー、っと、7番さん、8番さんが出てきて、8番さんが僕の相方だと。で、えー、っと2人しか、えー、っと占い師が出てきてないのに、8番さんを、えー、同じ狼で釣り下したっていうわけ。 面白いいするよようなよなおかしいね別に五番さんは黒いって言ってるわけじゃないんだよ。言ってることが、まああのー、不当だから嫌だって話。で視点の持ってき方に無理があるって言うて別に思ったこと言ってて無理があるって言われてで、八のこと叩いてれば白くなるだろうって。黒釣っちゃったらどうすんのよこの,この状態で。いいよ別に五番さんがそんなに言うのと俺飲んでもいいよ釣り。でその代わり明日一応のランにしてよ。ね。で 1>, 1詰めて終わらなかったら5番が黒だけど94詰めてもらって PP がなかった場合にうんたらかんだら <laughs> もう7番さんのさ白先って4なんでしょ今日その4番まで入れてるんだよ自分で真だったら絶対言わないでしょそんなこと、うん、7番の真だって言わないんだからもうこれでだから2番さんが真なんだから5番さんは白だと思うんだけどもうねそのね俺の黒殴りが太当すぎてね頭にブチ切れじゃん本当に。 <laughs> 9番さん、白置きしてるんで、俺の目から見ると今、ラストオカミ4番に見えてるけどね。4番いきますけど、い,いいぞ。い俺の話を思い出せ。あっちの相方軸で探せばもう終了やんけ。 4番のプレイヤーが選ばれました<い>ゲーム終了村人の勝ちですお疲れ様までしたありがとうございました、e、女の子じゃないよ男だよ でましたね。やったぜ。やったぜ。やったやった。